どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、令和シリーズやっていきたいと思います。令和シリーズって何かっていうとね、サンダーさんが最近動画で出してるんですけど、なんかそのキャラっぽいデッキを現代カードプールで強化したらどうなるかみたいなデッキやってて、これをちょっと私はリンクスでもやってみようと思って、リンクス流令和シリーズってなっていきたいと思います。これから何個かで、今日はですね、令和の墓っていうデッキを作ってきたんで、ご紹介していきたいと思います。ハガさん、インセクターハガさんのエースモンスターは何かっていうと、まあもちろんインセクトクイーンっていうのももちろんいるんですけど、これなんですよ。やっぱり完全、じゃあ究極完全体グレートモスなんですよ、やっぱりハガさんといえばね。でプチモスを進化させてらんないんで、いちいちこいつ活躍するのに、そんなことしてる環境じゃないんで、なんとか環境でもある程度活躍できるようにするには、やっぱね、これ超進化の眉っていうね、これをね活用してこいつを出していくじゃないかなと。これ装備カードを装備している昆虫族をリリースするとデッキからなんか召喚条件を無視して何でも出せるっていう昆虫を、だからこういうの出せるんですよ。グレートモスとか、あとこのインセクトクイーンとかも出せるんですけど、こういうのでこれからこういう風に繋いでいくっていう感じですね。で、メインギミックはやっぱりね、一番その昆虫の中でもう何なら一番好きっていう、今この地底のアラクネっていうモンスターですね。これダークシンクロモンスターで、前もこれやりましたけど、 B フォースの時に相手のモンスターパクれるんですよ、サクリファイスみたいな感じで。で攻撃するときアンティキアモンスター化するっていう、めちゃくちゃ強い効果持ってるんですけども、シンクロの縛りがガン決まってるっていう、ガン決まりなんですよこれ。闇属性チューナープラスチューナー以外の昆虫族っていう、もうガチガチのもう縛り方なんですよね。心境召喚条件もう出すんだよみたいな感じなんですけど、これをうまいこと活躍させていくために、初動札として黄金室からその強心中を除外してインフィニティビートルを落として、アルバレストで蘇生するとか、あと普通にそのドラゴンフライからこのドラムス出して、これドラムスってこれ闇属性中なのあれなんで、属性変更できるんで、だから昆虫から出てくる闇属性になれるチューナーっていうことで、まあ、こういう感じで出していくって感じですね。これを使って、これまあ一回やりましたよね、このギミックは。B ボスの時に。こんな感じで、これを作って、そっから、こう、デビルドーザーなり、グレートモンスターなりを出していくっていうね。これが、リンクス流、レイワのハガデッキです。早速ね、ご覧いただきましょう。昆虫たちの力、見捨ててやるぴょー!デュエル、スタンバイ。ひょひょひょフライング規制だぴょーインセクターハガのモノマネってどうやってやるんですかね。インセクターハガさんのモノマネ、ちょっとやり方が分かんないですけど、やり方ちょっと一回説明してもらっていいですか。皆さんコメント欄でちょっと教えてもらっていいですか。ちょっとやり方がわかりません。召喚獣初手出しメガランが珍しいな。チュウスケおるぞ、墓地に。格闘ネズミチュウスケおるぞ。これどういうデッキや。キング隊だぞ、一応ここは。ここはデュエルキング隊だぞ。まあ、デュエルキング隊って結構謎のデッキ多いけどな。まあ、とりあえず、手札はかなりいいわ。ですね。これは一回、レゾランスインセクトをゲームから除外することにより、レゾランスインセクトの効果を発動するぴょー。このモンスターは、除外された場合、デッキから墓地に昆虫族モンスターを送れぴょー。B フォース早打ちのアルバレストを召喚するぴょーぴょーなのかな、ちょ語彙がちょ分からんけど、レベル4の早打ちのアルバレストにインフィニティビートルをチューニング。闇と闇重なりしとき、冥府の扉は開かれるぴょー。光なき世界へ、ダークシンクロ入れよう。地底のアラクネだぴょー。地底のアラクネの効果発動するぴょーイエーイイエーイウィーあえー、手札から速攻魔法超進化の舞を発動するぴょー。現れろ究極完全体グレートモス様だ。ちょっと待って、
こいつの攻撃なんだっけ、そりゃモスパーフェクトストーム。なんやこのデッキ、マジで謎のデッキすぎてやばい。このデッキ謎デッキすぎる。これやばいな。サイバーリーでしょ、これ何もせずエンド、何もせずエンドありますね。俺何もせずエンド、これ次のデッキトップにかけて何もせずエンドめっちゃありますね。これ意外とこれなんとかなるんじゃないか説。コズミックサイクロン打てなければなんか実はモンスターが出せないパターンありますよね。はあ、フィアオッケー、セット、なるほどセット、なるほど、よし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 、なんもないな、よしよしよし、行きたい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 行きたぞ。レゾワンスインセクト、なるほどですね、なるほどですね、なるほどでしかないですね。これに関してはこれはさすがに1回ガンクセして結集じゃなくて結集で巡ってで、あとはもう相手のオーバーフローとコズミックサイクロンはかわしていくしかないですねこれ。弱っ弱っこの盤面、なんかすげえ強そうだけどすげえ弱い、なんか相手から見たらこれやばい、何くせられたんだろうと思うだろうな多分。これコズミックサイクロン、お、え、守備表示なんか、え、なんかビビってんぞ相手、相手ビビってるぞ。インフェルニティビード、インフェルニティビード、おいビビってんだこれ、相手ビビってる時にこれ攻め込んだ方がいい説はあるんだよ。だからインフェルニティビードが消化するんだこれで、これはなんかしてくるんだったらそれはそれでいい、それは仕方ない、それは仕方がない。なるほど、アラクネパイセンを出していく、でレゾランスインセクトをとりあえず墓地に送ったぴょー、しん、ダークシンクロ、闇と闇がどうのこうの、地底のアラクネ、そして強心獣レザースインセクトの効果発動するぴょー、フィールドから墓地に送られた場合にデッキからレベル5以上の昆虫族モンスターを手札に加えるぴょー、デビルドーザだぴょー、よし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 、気づかれるな、気づかれるな、気づかれるんじゃないぞ、気づかれるんじゃない、そして墓地の昆虫族モンスターに対応除外してデビルドーザ出した上でレゾランスインセクトが除外された場合の効果を発動、デッキから昆虫族モンスターを墓地に送るぴょー、緊急変態インセクトクイーン、バレルだ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 、結集発動で昆虫族モンスターを指定して、そしてこれ通るかな、通る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 、よしよし通った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 、よし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 、これオーバーフロー期間も、これオーバーフロー期間やったぜ。これは相手がプレイングわからねえことにつけ込んだ最強戦術、よっしゃー遅いぜ、そのカードを発動するのが遅いぴょー、僕のフィールドの昆虫族モンスターは効果では破壊されないぴょー。最強すぎ、さあ、あの伏せカード2枚何なのか教えてほしいぴょー、うれぇ、環境デッキばっかり頼ってるからこういうことになるぴょーね、プレイングをもう少し学んだ方がいいぴょー、ひょ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 、さあお相手の方闇遊戯選手よろしくおね、遊戯僕の昆虫族最強デッキの力を見せてあげるよ。だからこんな感じの喋り方だった記憶があるんですよね、確かこんな感じやった気がする、あ強っ、封印のボイスの方が発動するぴょー、デッキから昆虫族モンスターを除外するぴょー、レゾランスインセクトの効果を発動するぴょー、
インフェルティビートの墓地に送るピュー。早打ちのアルバレスト召喚、早打ちのアルバレストの効果を発動、インフェルティビートルを召喚するピュー。まあ、ブリューだけもできるんですけど、僕のデッキは昆虫族デッキなので、こっちの最強モンスターを特殊召喚するピュー。闇と闇重なりしとき、冥府の扉は開かれる。光る世界へ、ダークシンクロ。最強だ、かっこいい。ダークシンクロかっこいい、最強すぎる。ちょっとずっと光ってんのあれ何、まあ、光ってるから、まあでもとりあえず殴っていいって話あるから。ブラックマジシャン、まあ、バランスだったんでブラックマジシャンあたりは多分ですけども、多分ですけども、まあ、ナビゲートかなんかなんじゃないかなっていうふうには私は思ってます。でここの2体を除外してデビルドーザーを特殊召喚するぴょー。ちなみに究極完全体グレートボスは全然腐ってるぴょー。こんなやつでっきり眠ってなかったら使えないぴょー。ぴょー、あーわあ！遊戯！やるじゃないか遊戯！ブリューなくしとけばよかったー。ブリューっとけばよかったー。最悪やこれ。強っ、強っ。バーサーカーソウルしろよどうせならよ。魔導戦士ブレイカーどこ行ったんだよ遊戯。あのこの場面かっこよ、この場面かっこすぎだろ。すいませんでした。